早してよあんた、うん、今日試合だろ野球、うん、もう早く着替えて早く、うん、あそうだそうだひろちゃん、うん、あれ今日急遽ね鹿児島からおっちゃんおばちゃん来らすけん、うん、泊まりに、うん、だけどちょっとあんたの部屋に布団が2つ引くけんだけんあんたは今日だけお兄ちゃんの部屋で寝て。いやよなん嫌だってもうしょうがないんだ急遽決まったけもう1日だけお願いします。もうここで寝てもらっていいよ。ここでリビングに布団引いて寝せたらトイレ行ったりなんか私たちが動くときにもう迷惑だし気使わすでしょうが、うん、いいかあんたの部屋で1日だけ今日1日だけね。なんでいないよなんで俺なんやってわかるでしょ。お兄ちゃんの部屋お兄ちゃんのベッドとねお兄ちゃんが買ったソファーがあるけん布団1個しか引けんでしょね。あんたの部屋も広かけん布団2つ引いてもあんたのベッドあるでしょ。じゃあよかったあんた自分の布団がいいならおっちゃんおばちゃんの布団引くけんおっちゃんおばちゃんとあんたベッドで3人で寝なせよ同じ部屋で。いや気使うしその気使うのが嫌だろうねと思ってお母さんは今日一日でお兄ちゃんの部屋にも布団ば引くけん今日だけお兄ちゃんとあんた2人で寝なさいって言いよとったねえ。なんでそういう時にはい分かりましたって言えんと今日一日だけだねえ。しょうがないんだこらすとだけおばちゃんたちがもう言いたいもうなんで他のとで言い合いしてなんかね分かった今日一日だけ我慢するって言えんとかねねえ。もう早く着替えても野球の試合があるでも時間ないでもなあ。おおお茶碗で生きとるばい。どういうことやもう早くしてもうああもううるさいなあ。チャンネル登録よろしくねー。